どうも、関西クラクラクラブのコミです。さてさて、本日はですね、ご覧に、なってくださった方もいるかもしれません。あやパパさんがね、生放送やってくださった、無課金弱者連合さんとの、関西クラクラクラブの、共同のね、合同戦。こちらからね、動画をお送りしたいというふうに思います。で、これからは何回かに分けてお送りするんですけど、ちょっとね、1回目は、ファンタジスタのね、アタックっていうのをね、ちょっと特集的に組んでみたいなって思います。私の動画って、基本的に、ここの部分がね、学べるポイントだよっていうような、ポイントを毎回こう自分なりに設けて、収録、配信してるつもりなんですが、今回ね、この攻めを見ていて思ったのは、ある特定の配置、に関してかなりね、その発想力を効かせたプランニングをする方がね、結構いらっしゃったんですね。で、それっていうのも無理やり言語化することもできなくはないと思うんですが、むしろこんな方法あんのっていうね、ワクワクドキドキ感っていうのを見てもらえるようなね、回に今回はした方がいいかなと思って、そういう風にね、型にくくられないようなやつっていうのもちょっとね、集めてみました。まずはね、行ってみたいのは1本目こちらですね。合計今回5本ご覧いただきます。もうね、今回は何度も何度も同じプレイを流してればしませんので、1回限りというところでね、しっかり見ていってほしいと思うんですが、ミスキノさん、ミスターキノコさんで、ミスキノさんってね、いう風に呼ばれてるらしいですね。で、この方の編成、これね、ジャイヒーからのエッカボーラーっていうね、編成なんですね。見てほしいのはまずここプランニングのところが本当にすごくて、ジャイヒーでここ削ってるんですね。で、そこを削ってからこっちにね、ガーッと一気に、バスターに乗っけてペッカとかね、ホグ、あとはヒーローたちを流していくと、そんなようなプランになってるんですけども、すごいのはね、まずここなんですよ。このジャイアントパート、しっかりね、これ壁を殴り開けさせることまで読んでるんですよね、これ。私最初信じられなかったんですけど、ミスキノさんって結構ね、本当ロジカルな攻めをする方で、電卓とかね、使いながら、どこにね、どんだけのダメージが集中するから、このユニットじゃ足りる足りないみたいなね、計算をしてるらしいんですよね。で、それもね、何時間もかけるわけではなくて、すごい短時間でやってるって、ノウハウがあるんでしょうけど、このね、中央部でこのジャイアントの暴れ方、密集している強い防衛施設を全部潰して、さらにギガテスラまでジャイアントのパンチで殴り上げていくんですね。ものすごい、こんな発想ってありって思いますよね、本当に。これね、一人に真似しようと思ってもそう簡単にはできるもんじゃないと思いますので、特殊なね、状況だったりを判断して、ミスキノさんが選んだ攻め方だと思います。この後もう一本ね、ミスキノさんのアタック見てもらうんですが、それは今回と全然違うね、アタックになってますんで、すごいですね。ここの、ボマーですね、しっかりとこの、1時2時区画っていうのをボマーで削ることによって、ジャイアントとボーラーたちをこうね、まっすぐ流し込んでくるというパターンで、私今さっきここね、バスターって言ったけど、ジャンプでしたね。ここバスター使ってないですね。ジャンプ一発でここ乗り越えてきましたね。いやー、本当見事な全開。ここから先はチリチリになった施設を、食い火も残ってるんでね、しっかりとこう叩いていって全開まで持っていくという格好になってきます。お見事ですね。見てて楽しいですね。こういう発想力のあるアタックっていうのはね、型にとらわれないっていうのかな。真似しようと思ってもなかなかね、これできるもんじゃないなってね。少なくとも私の発想力の幅はこれ超えてますよね。さあ、もう一本、ミスキノさん行きましょう。これね、時間切れだったんですけども、ちょっと悔しいね、アンラッキーなことがあって時間切れだった。そんな形の、クイヒーホグです。で、今回ね、注目してもらいたいのは、どうやってホグのルートを作るかですね。まずクイヒーをここから入れていきます。で、ホグはここからこう出していくんですけども、じゃあここどうすると思いますかね。ちょっと見てみてください。すごい方法を使って、この12時区画のこのギガテスラ、このね、壁に囲まれた区画っていうのを落としていきます。まずは、クイヒーでしっかりとレイジをかけながら、火力の高いゾーンっていうのも潰していきますね。で、そこにはさらにジャンプをかけて、ここのイーグル方まで、ジャンプに乗っけたクイヒーで見ていると、ここまではね、レベルは高いんですが、プランニングとしてはよくあるパターンだと思います。が、
これですよね。これをやりながらクイヒーをほぼ放置してこのパート始めるんですね。このパートこれすごいですよね。あのクイヒーしっかりとレイジもかかって、中に入ってたこれアイスゴーレムかな、序盤出したアイスゴーレムの、力もあってね、ちゃんとレイジの方クイヒーがやられないこと分かってるんですね。でも多分ダメージ計算やってたのかなと思うんですけど、ここでそのまま、ラバハウンドをクイーンで叩いて、これもパピーもしっかりポイズンで処理。でこの12時方面に出した、ね、バーバリアンキングは相手のババキンたちを倒してそのままお役御免ですね。で残ったこのルート、こんなルートがもう出来上がってますので、こんな感じのルート、ここをホグライダーで一気にこうわーっとね潰していくっていう、まあそんな感じですね。ほんとすごいね、あの発想力です。まあこのギガテスラを私ね落とすための今の舞台展開しようと思ったら、クイーンをこんなね、こんなあの敵陣の真っ只中ど真ん中にねこう置くなんてことはちょっとね、まあ容易できないですよね。それをあのしっかりとダメージ読み切ってやっちゃうっていうのがね、まあその緻密な計算力だというふうに言ってしまえばそれまでかもしれませんが、そもそもね、あのどういう風なところに着目してあの計算を組んだらいいのか、ここまでね、本当序盤の序盤入りのパートならわかるんですけど、終盤中盤にかけるところらへん火力の集中するところでのその読み、なんていうのかな、先読み力っていうんですか、これは本当にね、ちょっとやっぱり真似できないなっていう風に思いましたね。お見事で、最後これ残っちゃうんですね。あの実はこの辺にバネトラップがあって回収用に出した、ウィザードが飛んじゃったっていうのがね、あの大きなミス、さすがに、ミスキノさんもねそこまでは読めなかったというところですね。まあ、読めるわけないと思うんですよ。ホグライダー出して ある程度罠解除してる道の上に出したウィザードがピンポイントでバネトラップに弾かれるなんて、まあそうねあるもんでもないと思うんで。あてでは次行ってみましょう。次はね、こちら K さんですね。まあ、この方のね、プランも結構すごい。タウンホール11から、まあ、12の早上げ村ですね。へのアタックという形になってます。一応ギガテスラはレベルマックスですね。で、インフェルタワーも3本しっかりここに立っていて、よいしょ、これとこれですね。で、イーグル砲もレベルこれは3かなになっている。まあ順位のまあ序盤ぐらいの火力があるような村になっているのかなっていう風に見た感じ思います。でクイヒーホグですね。で攻めていくプランの形としては、この辺っていうのをこうクイーンで、カットしていきます。でホグライダーをダーッとこうね流していくって、まあそんなような格好になってくるんですけども、注目してもらっているのはここですね。ここに出してくる突破兵器をこれ使うんですけども、どういう風にこれを使っていくかっていうところをね、よく見てもらいたいなという風に思います。まあ私正直ね、この兵器の使い方はしませんね。どうなんだろう。今回相手のまあ村のレベルっていうのが、タウンホール8レベルのね、あの施設なんかも結構あったりするので、簡単に壊せるっちゃ壊せる、まあ、ような村だと思うんですよね、パッと見は。だけど、それにしてもね、しっかり、なんていうのかな、アイディアを織り交ぜたアタックになっているっていうところで、すごいでしょ、これって、まあ、言うとね、もしかしたら、まあ、この村だったら当たり前だよって、言う方いるかもしれないんですが、なんていうのかな、まあ、そのとんがったね、攻め方っていうのをちょっと見てもらいたくて、あげたというところですね。まあ、なんで、かなりのね、ユニットの余力を残しての全開ということになります。ここですよね。ウォールバスターでこの壁の中の施設のターゲットを全部こう集めます。クロスボウから、アチャ島からグランドウォーデンからもうガンガングランドウォーデンはババキン行ってるか集めておいて、でそこにホグ出していくんですね。これすごいですよね。もうウォールバスターあんだけの、レベルしかなかった施設に打たれまくって体力がこんだけなくなっちゃってるっていうのは、どんだけねダメージの集中をやられていたかが分かる、まあ、結果かなというふうに思います。それだけダメージをウォールバスターに吸収させてホグライダーに使う呪文をね、きっちりと、なんていうかな温存する、っていうね、この格好ができたのが本当にこの攻めのすごいところだったかなっていうふうに思います。
とんでもない数のホグライダー残ってますよね、ここで。この数のホグライダー残るっていうのはやっぱり、まあ、あの呪文を、ね、いかに効率的に使えたかっていう、まあ、ところになってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。いやー、これも非常にお見事ですね。もはやトームもいらずの状態ですからね。こっちにもしっかりとアイスゴーリムも2体生きてますしね。やっぱりどんな村でもね、手を抜かずにしっかりとその最善のプランを組むっていうところがね、この K さん、本垢は TH コンプリーターさんっていうかなりのね、強豪クランにいらっしゃるんですけども、まあ、そのね、強さの秘密というか、まあ、ゆえんなのかなっていうふうに、思いますね。さあ、もう一個見ていきたいのがこれです。ヒロシさんのアタックですね。これも昔に弱者連合さんの、ヒロシさんになってくるんですけども、アタックは、これ、クイヒーからの、ホグプラスコウモリ。極上レモンさんという方ご存知ですかね。が、多分開発されたアタックで、私も、以前ね、動画を、これ一本出したことがあるんですけども、ホグライダーで、防衛のターゲットを取って、でそこにコウモリを混ぜ込んでいくと。で、防衛のターゲットがホグに向いてるんで、コウモリは無傷で、走り回る。かつ、ホグライダーのルートっていうのも、しっかりとね、コウモリが、狭めてくれるというかね、外ではみ出ないようにこうやってくれるんで、ホグも生きるというね、まあ、相乗効果を生むいい戦法なんですけども、これね、相手のイーグル砲を壁の外から殴れることは分かってたんで、しっかりそこを殴って、破壊。かつ、ホグライダーを、ね、出して援軍これを釣ってですね、食い火で、ヒーラーが焼かれないタイミングでしっかり処理すると、まあ、この辺の細かい技術もうまいですね。なんですが、一番これで見てほしいのはここをどう処理するかなんですね。こっちからホグ出すんですよ。でもじゃあここどうすんのって言った時に、その処理方法がね、またね、さっきの計算みたいな感じで、まあ、優秀なんですよね。すげえ、こういう風に使うと思って。ウォールブレーカーの壁開けね、一瞬ミスりましたけども、まあ、その後ね、挽回のウォールブレーカーを出して、壁をここね、しっかり開けていきます。で、出てきましたね。突破兵器なんですね、突破兵器。このね、突破兵器が、まあ、結構いい仕事をね、こうしてくれるわけですよ。ゴリ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 と中に入っていって、で、ここの区画っていうのを一気に破壊していきます。で、中に入ってるのはね、これ、バルキリーが入ってるんですね。で、それでしっかりとこの、ね、ウィズ島とか、エアスイーパー、この辺りを壊すことによって、ホグライダーのルートを限定すると。自分で壊しますよね、バスター。意図的にここにちゃんとユニットを放出してます。で、まあ、ボマーでもいいんじゃないと思ったのかもしれないですけど、ここね、エアスイーパーがあったんで、ボマーだとちょっとね、まあ、リスクがありますね、そういう意味じゃ。で、あとは、アイコールでしっかり序盤ターゲットを取ってから、ホグとコウモリを回していくという感じですね。見てください、これ。ホグライダーすげえダメージ受けてますけど、コウモリがその分ピンピンしてますよね。まあ、こういうね、ダメージの吸収役と、まあ、攻め役っていうね、うまい、なんていうのかな、まあ、当然ホグも攻め役になってるんですけど、うまいこう役割分担がね、出来上がると。で、ホグライダー、赤風船って言われる対空爆弾なんかを、起動させないんで、コウモリとね、すごく相性がいいです。まあ今のね、ホグコウモリパートは、まあ、どっちかというとおまけで、私が言いたかったのはここのね、破壊の仕方ですね。まあすごい、こんなことのためにウォールバスター使うのっていうね、私だったらちょっともっとなくてできないようなやり方をしてますね。まあでもね、それがあっての、ホグライダーのルートがね、しっかり確保できたっていうところがあるので、まあやれないっていうのはね、やりたいけども、その発想がないっていう意味ですね。ちょっと誤解しそうな言い方だったんで、一応補足しておきますが、はい、では最後、見ていきたいと思います。こちらですね、クルキンさんが攻めてくれたアタックなんですけども、まあこれもすごいですね。皆さんならここ、ゴレホグの形なんですけど、しかもゴレのレベルが1っていうね、よくこんなレベル低いゴレをここで投入できたなって思うんですが、見てほしいのはここの部分ですね。援軍釣り出してガンガンにゴレがダメージを受けてますけども、ここにポイズン2個持ってきてますんでね、しっかりとポイズンにかけて相手のネクロマンサースケルトンを処理していくというところですね。で、ゴーレム早速1体やられてしまいましたが、今度は残ったゴーレムとウォールバスターを盾にして、ヒーローたちを中に入れてきますね。で、今回のね、注目ポイントは序盤なんですよね。ここの破壊の仕方なんですね、ここの。今、こんな形で、ゴーレからのウォールバスター、ヒーローで中にはボーラーが入ってます。で、こいつらを使って、一気にね、ここ、
突破してっちゃうんですね。もう壁は多分どこを殴り開けてもいいだろうぐらいの気持ちでいたんじゃないかなと思います。まあ欲を言えば今ね、アチャクイのいるこの辺までウォールバスターが進んでくれたらまあ最高かなぐらいな、感じでいたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、この区画をね、あんな風に破壊していくっていう発想ですよね。まあ、ホグライダーはその後もう出来上がった、このね、L 字ルートっていうのをもう悠々とこうね、突っ切っていくような形になって、ヒールをガンガン焚いて延命しながら、全開街道まっしぐらというところなんですけども、まあこのホグのね、回し方っていうのはまあ当然これはこれですいいんですが、ここですよね。やっぱりヒーローたちが、たくさんねここに入ってきているので、バスターが壊れた瞬間に中から放出される、ボーラーたちっていうのはヒーローに一時的にこう守られてダメージ受けないわけですよね。なんで弾けた瞬間にレイジを放って、でボーラーのバウンド攻撃で、この壁のね向こう側とかいうところまで一気に叩き潰していく。まあよくね、突撃艦とかロックボマーを使ってクローンレイジなんかね、でライドラバルーン増やすようなパターン、茜式って呼ばれてますけども、あれにね、まあ、近いようなね形のことっていうのをここでね、バスター使ってやってきました。まあ今回みたいにヒーローってまあ基本陸なので、なんていうのかな、今のこのヒーローパートに突撃艦とかを合わせるっていうのは、あまり効率的ではないですね。トラップなんかを引っ張ってきちゃうんで、陸も空も両方とも食らいますからね。なので、比較的足の呪い、ウォールバスターを使いながら、ヒーローたちとうまいことこう絡み合わせて、区画を一気に破壊するこの発想。まあ、これをね、使えるポイントがどんだけあるかって言ったら、そんな多くないと思うんですが、見るとやっぱり効くなっていうね、この配置にはダダ刺さりしましたね。はい、というところでね、本日は、まあ見るだけでちょっと刺激になる発想特集というところでお話を、させていただきました。このあたりで動画を終わりたいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。バイバイ。